津軽康親は、江戸時代中期から後期にかけての旗本、大名。後代より愛道のく黒医療六代当主。後、道のく弘前藩九代藩主。下には、十四位下、自重右京大部。明和二年一月十七日、道のく弘前藩分家の黒医療五代当主。津軽諸行の長男として誕生。安永七年五月六日。 黒井領四千国と黒井津軽家の家督を継ぐ。安永九年十一月十八日、十大将軍、徳川家春に、おまみする。天明二年四月十六日、本家広崎藩七大藩主、津軽新安氏より返帰を受け、ネ一家氏と改名した。天明七年に、父同様に、本所深川家事、ば見回り役となっている。完成三年八月二十八日、 新明の子で本家の藩主であった、津軽信明が若字にしたため、その養子として、後を継いだ。同年10月1日、11大将軍、徳川家成に、おまみした。同年12月16日、従法した。では守るに除任した。文化2年5月15日、江戸地警備の功績により、7万国に公事記事される。文化8年12月18日、 江戸地警備の功績により、14位下に、昇進、10万国に工事起死される。文政3年12月16日、自重に任官する。反省においては、信明の改革を受け継ぎ、いくつかの政策を行った。他藩からの移民開拓者を求めるために、人やり規役を設置し、完成八年には、藩校、警古官を創設した。完成九年には、 藩の法令、完成率を制定するなど努力したが、信明時代に行われていた武士による、反応農村復興政策は、失敗に終わった。完成4年12月28日、西津軽地震発生、領内に被害が出た。文化2年、江戸地の警備における功績により、幕府の許可により高直しが行われて7万国、あとに十0万国の大名となった。四品に除任された。 翌年の文化6年には市販である黒い藩を立藩している。ただし格式上の国高が増えたと言っても新規の領地が増えたわけではないため収入はそのままに十万国の大名としての格式総王の出費を強いられることとなる。さらに相次ぐ改革と江戸地警備などにおいて出費が莫大なものとなりそれを賄うために領民に重税を強いたため文化10年に 民次郎一揆が起こった。文政4年には価格が森岡藩より上昇したことを妬まれて、森岡藩関係者による相馬大作事件と呼ばれるテロ事件が発生している。文政8年4月10日に家督を、次男、新順に譲って隠居し、公用館、公衆とこうした。以後は俳句を楽しみ、助産、住みかつることていという配合を残している。 天保4年6月14日、江戸で死去した、去年69、文政4年に刊行された、須原や模型像藩の武漢に見られる、塩家神。ありがとうございます。